はい、みなさんこんにちは。こんにちは。みなさんこの人はご存知ですか？ヘタクロス研究所へようこそ。私が主張のダッバン。知らねえかな。知ってます。知ってますか？みなさん YouTube でゴルフチャンネルをたくさん見てると思うんですけれども、その中にあるヘタッピゴルフ研究所のダッバードさん。ダッバード、名字がダで、バードが名前です。日本名です。そうです。はい、今日は何かっていうと、そのリンゴルフオープンっていうのが9、10、11、12に開催されるんですけれども、そこの関東のコースに出てくださいってお願いをするためだけにやってきました。なんだって？いわゆるバーターです。なるほどね。バーター？いや、バーターバーターバーターですよ。バーターです。十分バーター。そうで、それだとこのでっかい感じのダバードさん許してくれないと思うんで、バトればいいかなと思って。そうですね。まあとりあえずバトっとけばいいかな。そうですね。レッチに勝ったら、はい、まあ考えなくもないかなって感じで、やっていこうと思います。その代わり、俺たちが勝ったら、宮下さんは松陰よく、はい、結構松陰のつもりだったもともと松陰だそうだ。松陰になります。今日のバトルなんですけど、2つ考えてきてて。そうですね。そっちのチャンネルとこっちのチャンネルで考えてて、1つはマンブリ。マンブリ対決。なんか利き使ってヘッドスピードと飛距離で、もうガチで、そう、数字が勝負。数字が勝負。そう。最後は50ヤード50ヤード。そこを狙って一番ピンに近かったら勝ち。このカメラで追えるかな。頑張ろう。最悪我々の自己申告的な。はい。あ、50センチだったよねとか。そう。2メーターだったよねとか。そう。行きましょう。で、決める。オあ、でも結構いくじゃん。まあまあいってますね。こんなの結構いくんだ。259。はいはい。ダーバードの力で皆さん粉砕してやるぞ。わあ。287って書いてあるじゃん。これもう最高記録じゃないですか。なんだこれ。いやいや。え、結構いいじゃないですか。いや、今の普通？いや、普通っていうか、その負けずに気にして死ぬほど振ったらまあ。じゃあ曲げて振りましょう。ああ、いいっすね、いいっすね。ああ、でも一緒だ。いいっすね、いいっすね。263。自分こっち振っていいっすか？いいっすよ。いいっすよ。ビバル分いいのかもしれない。ビバル分、僕が今使っているティニットっていう。未来ゴルフさんのドライバーを振ってくれます。いきます。宮下さんのドライバーでオーバーダイブして、なんかシャフトが軽すぎるみたいな。これ恥ずかしい、これ恥ずかしい。あ、でもすごい、これ恥ずかしい。46.8。まあまあまあ、これも225。これ恥ずかしい。くっ、ボールの方向関係ないっていう状態は。いいじゃんこれ。これいいんじゃない。はい。ああ、くそいいボールなのに。スイングしちゃった。四球目。はい。そういうことですね。たま手元が低くていいっすよね、ダバードさんのスイングは。あ、ほんとか。ちょっと言いましたけど。10でか、10でか。ちょっとね、やっぱね、287、287で引き分けはちょっと寒いじゃないですか。そうっすね。超えないと。サドンですよ。そう。
じゃないですか。引っ掛けた方が強いわ。分かっちゃった俺。じゃあゆっくりやってこれはね、引っ掛けた方が強いから。俺ちゃん分かったぞ。本番的な球出た方が数値が振るわない傾向がありますね、これ。いやー、ヘッドスピードは速いです。うーむ、違う、これじゃない。あれ、ちょっと待って、これなしでしょ。これなしでいいでしょ。いやこれなしでしょ。出ちゃった。これはなしじゃない、さすがに。結局だって、これはなしでしょ。なんでさすがに違う。さすがにこれはちょっとさ、ネタとして、暫定で、ネタだけど、まあ、はい、暫定球できます。きた、いい球だ。なんでそろちょっとさあ99いきますか。そろそろ323を叩き出したわけ。とりあえずあれですよね。とりあえず287超えたら優勝ラインっていうのももう優勝っすね。決まってるから。もう優勝っすね。いい球だ。これはいい球だ。怖い。めっちゃいい球だ。なんか腑に落ちないですね。すげえ。低いことありますね、やっぱ。286。よし、じゃあということで、まあ大体こっち勝ってたけど、最長ということで、まあ、引き分け。お前は。めっちゃ引き分け。287だっけ？287。やっぱりそうだと思いますよ。じゃあ、引き分けっすね。引き分けっすね。じゃあこれはもう、2本目で。そうっすね。2本目で。行きましょう。行きましょう。じゃあ、今度はマジだぞ。ヘタッピゴルフ研究所で次のバトルが開始されます。すいません、こんなたるい感じす、たるい引き分けで。今回はでも次はね、いい勝負見せるから、はい、そこでやめないで、みんなヘタピも見てくれちゃう。ヘタピ引きます、ね、はい、じゃあありがとうございます。後半に続く、はい、YouTube のこれ小さくYouTube のチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。